瀬戸内川ロータリーホーム、橋浜方より、今治駅は愛媛県今治市北方来町一丁目にある四国旅客鉄道予算線の駅である。駅番号は Y40。今治市の代表駅で全旅客列車が停車する。市の中心部に立地しているほか、島し部や市内各地を結ぶ路線バスや高速バスなどが発着するバス乗り場が立地している。短式。 島式複合型2面3線で2.3番ホームが島式。駅前後の踏切渋滞解消のため高架化されている。オレンジカードが使える。自動券売機が設置されている。2020年度の1日平均乗車人員は1714人である。これは愛媛県の JR の駅では松山駅に次いで2番目、JR 四国では8番目に多い。 近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。自場業者の2用が調整し販売。四国で自場業者が調整と販売を行っている駅弁があるのは当駅と高知駅のみである。主な駅弁は下記の通り。西側は今治駅の高架化とともに再開発され、私立図書館や公園などが整備されている。駅の西側は、 交通が便利なことや高等学校や病院などが近いことから市営住宅やマンション、アパートが密集している。東側はホテルやオフィスビルなどが複数立地している。愛媛県が事業主体となり、今治駅周辺の鉄道高架事業が1983年度から1994年度にかけて行われた。 鉄道効果に合わせて今治駅西側の土地区画整理事業が行われた。駅西地区は戦後市街化の進んできた地区であったが、道路や公園等の整備が立ち遅れ、住宅の密集化と住環境の悪化、土地利用の低迷などの問題を抱えていた。またそれに加えて自動車交通の増大等に伴い、市街地は鉄道より内陸部に拡大し、 東西市街地が分断される事態となっていた。駅西地区と地区各整理事業によって、今治駅付近の連続立体交差事業の事業化に伴って、その投資効果を相対的に高めるとともに従来から課題となっていた、駅前広場や道路その他公共施設の整備を行って、市の中心部にふさわしい住環境形成と土地利用の増進を図ることを目的としていた。 土地区画整理事業は1987年より開始し2005年に終了した。総事業費は188億円。土地区画整理事業によって道路や公園などの整備が行われ、今治市立図書館の新築移転などが行われた。駅西地区には多くのアパートや賃貸、分譲マンションなどが立地している。今治駅前バス乗り場駅前東側より、 各方面行きバスが発着する。駅の近くにある眼科医院の時計には視力測定のランドルト管がついていて、一番ホームより視力が測れるようになっている。当駅に停車する特急、潮風、石槌、モーニング EXP 松山の隣の停車駅は各列車記事を参照のこと。ありがとうございます。